ニューブランズウィック州はカナダ東部の大西洋に面する州。フランス語での名称はヌーボーブランズウィック州。アカディア人などのフランス語を母語とする住民が人口の約3割を占め、英語とフランス語の二言語を公用語としている唯一の州である。州都はフレデリクトン。 総面積73,500平方キロメートル、州人口は75万1,171人。ニューブランズウィックとは、英語で、新たなブラウンシュワイクを意味する。ヨーロッパからの移民以前より、ミクマク族、マリシート族などの狩猟と採集を営む、先住民族が住んでいた。その後、フランス植民地時代より、フランス系の移民の多く住む、アケイディアと呼ばれていた。 普通量ヌーベルフランスと英領ニューイングランドの間に位置するアケイディアの領有権は北米植民地の派遣を争う二国の間をたびたび行き来し1755年フレンチ・インディアン戦争勃発を機に英国はフランス系住民アカディンスまたはアカディアン・アカディエンヌに対し英国に忠誠を誓うことを強制したこれを拒否しあくまで中立を誇示した フランス系住民に対し、英国軍は1755年から1763年までに、その住居を焼き、フランス本国、または英国植民地に強制送還するという、現代の国際法の観点から見ると、大変非人道的な措置を取った。この事件は、大観難と呼ばれる。強制送還を逃れたフランス系住民の多くは、先住民の手を借りて、 仏領ヌーベルフランスに逃亡した。なお、現米国、ルイジアナ州にあたる地域に定住した人々の子孫が、今日のケージャンである。独立の機運の高まっているアメリカより、イギリス本国に忠誠を尽くす、ロイヤリストが、南よりやってきて、1784年に、ニューブランズウィック植民地が創設され、ノバスコシアからの分離が実現した。 強制送還されたアケイディアの人々の多くは1763年頃から旧アケイディアに帰還し、イギリス系住民の居住地を避けて旧アケイディアより、北のニューブランズウィック州、ノバスコシア州、プリンスエドワード島沿岸部に定住した。ニューブランズウィック州では、南東部沿岸、北部沿岸、およびセントジョン川流域のマダワスカ軍がそれにあたる。年配のフランス系住民の間では、 現在に至るまで英国及び英語を母国語とする住民に対する反感が根強い。ニューブランズウィックは1867年のカナダ自治療の成立した当初の4州のうちの一つである。1969年にカナダの州としては初めて英語に加えてフランス語を公用語に制定し、特にそれまで劣勢に置かれていたフランス語の保護政策が取られている。 北東部と南部で大西洋に一部面していて、北はレスティグーシュ川を挟み、ケベック州と接している。南東部のシグネクト地境でノバスコシア州とコンフェデレーション橋によってプリンスエドワードアイランド州とつながっている。また西部はアメリカのメイン州に接している。州内母語話者分布図。青がフツゴ県、赤が英語県。緑がフツゴ優勢、黄色が 英語優勢地域カナダの州の中で唯一仏語と英語が共に公用語に指定されている州となっている。公用語法は1969年に制定された。それまではフランス語圏の北部とそれ以外の英語圏で断絶しており、フランス語系住民が不当に扱われていたが、これにより英語と仏語が完全に同等の権利を有すると制定されている。マダワスカ軍。 グロスター軍、レスティグーシュ軍等の州北部とケント軍等のセントローレンス湾に近い西部地域はフランス5県、ヨーク軍やセントジョン軍、キングス軍等の州南部は英語圏、モンクトンがあるウエストモーランド軍がバイリンガル圏と大まかに分けることができる。全人口で見るとセントジョンとフレデリクトンを抱える英語が65.58%を占めており、 フランス語は31.90%と少ない。ケベック州に近いフランス語圏地域では、ケベック人としての貴族意識が強く、現在でも、英語を理解できない層も少なくなく、南部中心の英語系住民との対立が存在する。一方、二カ国語話者は、カナダ国内の中では高くなっておりおよそ3割近くの住民が、両言語を話すことができる。ただ、 英語系住民の不都語理解度は、不都語系住民の英語理解度に比べると低く、特に南部の英語話者のフランス語理解度は依然として低い。英語系住民にとっては、州の予算配分や公的機関においては業務には、不都語が必須となること等から就業の機会等の面で、不満も少なくなく、に過酷語による公用語制度は、カナダ国内と同じ問題を抱え常に緊張感を、 はらんでいる。三大都市の中では、モンクトンは、カナダで、初めての公式な英仏バイリンガル都市を宣言し、フランコフォンサミットの開催やアフリカ諸国等の、フランス語圏からの移民を受け入れ等でフランス語の存在感が増している。一方、フレデリクトンとセントジョンは、英語圏となっている。州内最大の都市は、人口7万1889人、都市圏、 人口144,810人のモンクトンで、ついでセントジョンとなっており、州都のフレデリクトンは3番目の都市である。2011年まではセントジョンの方が人口が多かったが、人口減少が続きモンクトンが逆転している。都市圏人口は2011年時点でもモンクトンの方が多かったので2016年以降は、名実ともに州内最大の都市は、 セントジョンからモンクトンとなった。モンクトンは人口減少が続く大西広市諸州の中ではハリファックス、フレデリクトンと並び人口増加が続いている数少ない都市である。内は2006年時の住民の母語の割合。人口は2016年。など。ありがとうございます。